ございます。今日はギターはお休みです。はよさんちゃんハートありがとう。横浜の食べっ子を好きになっちゃった食べっ子。はよさんちゃん、めっちゃおはようございます。はよさんちゃんハートありがとう、アイスありがとう。のギターです、アイスありがとうございます。はよさんちゃん、おいらも焼きそば食べたかったな。だってうん、焼きそば昨日食べたよ。おはよう、おはよんちゃん、なんでやねん。大阪の朝です。はい、そう、大阪だよ。のぎだよんちゃん、聞こえてる？すしすし、俺はまる留守番してる。おはよう。大阪の朝、大阪の朝はね、結構大阪の朝っていうか今日の朝はすがすがしい感じですね。おはよう、おはようさんちゃん、おはよう、ハートありがとう。はい、はい、なんか喉は全然大丈夫だから大丈夫なんだけど、あのエアコンをねつけて寝てたのよ。そしたら結構寒いまでいかないけど涼しい感じで、部屋が、そう、かわいい、ありがとう、ハートありがとう。連休1日目、お、そうだ、3連休だ、そうだそうだ。おはよう、アイスありがとう、ハートありがとう。おはようさんちゃん、天気、天気ちょっとまだ見てないんだよね。晴れ晴れです。青空が見えております。自然光を入れたら顔色が良くなったね。もう移動してます。おはようさんちゃん、朝からたこ焼き食べた？食べてない。今日は青空でいいですね。おはようさんちゃん、はい、足はだいぶ丈夫かい？うん、あのだいぶ良くなって大丈夫だと思います。おはようさんちゃん、何、なんて読むんだろう、ろう、りょう、ろう、そく、ダメだテロップは、おはようさんちゃんを入れようかな、いつもと。よいしょ、はよいだちゃんと。お、今日はなんだろう、ラッキーアイテムみたいな、ラッキーフードとか、ラッキーなもの。アイスありがとう。おはよう、だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。アイスとハートありがとう。今日もかわいいよ、ありがとう。アイスありがとう、ハートありがとう。音楽の日出てやー、だって出てやー、カノンが、カノンは今日はねサマーツアーなのでね出られませんよハートありがとう、はよう、アイスありがとう。ミネちゃんと焼きそばお好み焼きを食べたなんて羨ましい。いいでしょう、ミネちゃんが書いてくれたのかな、メールとかに。
ね、そうなんですよ。おはよう、さっちゃん、アイスありがとう、おはよう。悩んでられるみたいな、ここでお休みしてたか悩んでられる。ね、本当に。よかったです。おはよう。アイスありがとう、おはよう。シーサー王将、ワイ選抜落ち会だって。はい。選抜落ちです。本日は、タコ。タコクリまんじゅう。が一緒に来てくれております。見てこのジャストフィット感、ここにこのストラップの何これチャームなんかくっつけるやつをつけてポッケに入れたらもうジャストフィット、かわいいかわいいです。シーサーおしょうは若菜がね、若菜のものになってます。やばい、コメントめっちゃ遅れてる。おはようさんちゃん、おはよう。そういえばなんでこけたの、何にもないところでこけちゃった。おはようさんちゃん、滑っちゃったっていう感じかな。おはようさんちゃん、アイスありがとう。大阪でお好み焼きと焼きそばを食べました。あとデザート。おはよう。今日は8時までできる予定です。はい。おはよう、おはようさんちゃん、レインボースターありがとう。足の具合はどうですかってね、すいませんね、皆さんご心配おかけして、だいぶ良くなっておりますので、はい、ちゃんとね、トレーナーさんも今日もいらっしゃるのでしっかり見てもらって、はい、挑みたいと思います。ありがとうございます。おはよう。ね、大阪のあの子を好きになっちゃったの。確かに今日は大阪ですね。おはよう、おはよう、おはようさんちゃん、アイスありがとうございます。おはようさんちゃん、お目覚めはグググって感じ、グググアイスありがとう。だから今日は8時まで一応できる予定なので、また取っといてください。アイスありがとう。あ、出席確認、確かにね、出席確認テロップに見るよ。ほい、今日は見つけられるかな、どうかな。出席確認受け付けます、ありがとうございます、教えてくださって。はよ、アイスありがとう。はよさんちゃん、富士山が雲の合間から見えましたって。お、いいですね、いいですね、いいですね。おはよう、ハートありがとうございます。おはようございます。アイスハートありがとう。おはよう、ありがとう、皆さん心配してくれてごめんね、心配かけちゃって。アイスありがとう。おはようさんちゃん、はよう、アイスありがとう。俺も早々に寝落ちして目が覚めた、レインボーでここ行ってたブルブルガクブル。おはよう、アイスありがとうございます。ハートありがとう。オラマル寂しがってそうだって。オラマルまだ横断幕のところにいますよオラマルちゃん
どうしようね、オラマレさん、もうずっとあそこからおはよう、はよちゃんなんでやねん、ハートありがとう、テロップになりたいなんでやねん、おはようさんちゃん、アイスありがとう、かおちゃん、おはようさんちゃん、ありがとうございます、前髪がすごいおかしいね、おはようさんちゃん、ありがとうございます、 Thank you、 今日はサマーツアー大阪公演よろしくね、だって、はい、こちらこそです、楽しみましょう、アイスありがとう、うわっ、うわー、くまちゃん見逃してるよ、あ、くまちゃんいただいております、あ、くまありがとうね、あ、くまちゃん大阪の朝のおはくまちゃんありがとう、あはくま見逃し失礼しました、ありがとう、じいさんありがとうございます、アイスありがとう、晴れです、よかったです、おはよう、おやすみとチョコ、ぷくぷくありがとう、おはようさんちゃん、大阪で美味しいもの食べれそうね、あの昨日食べたから今日はまあちょっとツアーのね、あのみんなで動くから差し入れに美味しいものがあるか、なんかあるんじゃないかなって、お、チョコミントありがとう、チョコミントアイスありがとうございます、いただきますありがとう、アイスボックス、そうだから差し入れ何が出るかなって楽しみにしてます、今日は昼声も夜声も後方ですか、思いっきり弾けたいと思います、イエーイ弾けてこう、OK です、指摘確認完了です、アイスありがとう、おはようさんちゃん、バラありがとう、おはようさんちゃん、もう移動しました、新幹線彼女の車に挟まれて大阪行こうと思ってたね、あー残念でしたはい、おさんちゃん良くなった足は見せません、ダメ、ぷくぷくありがとう、はいよ、ハートありがとう、ねえくまちゃん見逃してたね、ごめんね、ハートありがとう、こけて足ひねったの、あ、そうそうそう、ひねっちゃってちょっと、でも梅雨それなんか晴れてるから断捨できないかもね、このままあれが続いてほしいですね、ハートありがとう、おはようさんちゃん、ハートありがとう、何は、うわすっごい恥ずかしい、え恥ずかしいじゃん、勉強します、そうだわ、お恥ずかしい、失礼いたしました、アイスありがとう、ハートありがとう、おはよう、名古屋は朝からセミが鳴いています、夏ですね夏ですね、おはようさんちゃん、ハートありがとう、アイスありがとう、おはよう、朝ごはん、朝ごはんなんか集合も早いし、そうケータリングの美味しいものも食べれるかなと思って、朝ごはんはねとりあえず今は大丈夫ですね、今日は長距離移動です、もうちょっとしたら出発するのでそれ以降音だけ聞いてます、はーい、なんちゃってことありがとう、さんちゃんどうぞどうぞ、かわいい、ありがとう、今日行くよ、2階の後方で双眼鏡でさんちゃん見ますね、だってありがとう、待て待て、はーい、出席確認完了です、お待ちしてます、ひかるさんも本屋大阪でライブあるんだったね、そう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 、一緒にいますね、大阪に
おはよう、おはようさんちゃん、ハートありがとう、100キラありがとうございます。おはよう、ハートありがとう。100キラシャカシャカしてくれてる、ありがとうございます。ハートありがとう。今日波の痛いなしです。ハートありがとう。おはよう、結婚して、そしそし、今日も紙飛行機飛ばして誰かに星になっちゃった、どうかな。おはよう、おやすみとチョコ、ハートありがとう。おはようさんちゃん、おはよう、おはようさんちゃん、おはよう、ハートありがとう。おはよう、ハートありがとう。そう、たこくり、おはよう、そう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 。ありがとう、コメントめっちゃ遅れてるね。ちょっとビュンビュンしつつ、アイスありがとう。あっちいいね。今日もかわいさんちゃんありがとうね。見逃しちゃったかな。あー、ありがとうございます。指ハートもありがとう。アイスありがとう。54分、わあ、この間でもまだ7分。アイスありがとう。かおちゃん昨日スマホ紛失した。スマホはもうね、本当に大事だよ。スマホないといろいろできないよ、大変だよ。困った困った、どうしようね。アイスありがとう。女子なのかわかんないけど、本当に何もないところとかでこけることあるから、かの気をつけます。はい、ガムつけたら逆に逆に転びそうだよ、いかがでも。なんでやねん。アイスありがとう。リクロおじさんはね、食べてない。でもちょっと甘い系だから、ちょっと差し入れに行きたい。誰かの汗でも、あ、そうかもしれないし、ちょっとカノンがただ単によろめいてたかも。タコシャンチケラン、ありがとうございます。大阪名物の差し入れあるかな。ゆいちゃんと言うても自分はカノンさんと一緒に食べたいので。ありがとう。そう、本当にミレイちゃんとね食べて楽しかったよ。カノンがちょっと知ってるお店に、そうそう、行ったのね。だからミレイちゃんにも、めちゃめちゃ美味しいって言ってくれて、そう、よかったと思って、カノンが選んだお店だったから、そうそう、美味しいかな、大丈夫か、お口に合うかなって思ってたんだけど、美味しいって言ってくれて、でめちゃめちゃ2人ともお腹がペコペコでいったから、もう一瞬にしてなくなりましたね。はい、はようさんちゃん、はよう、選抜発表、うんうん、おはよう。スマホで今日のツアーのチケットの発揮もまだない。それもう一番やばいじゃん。どうしようね。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいの、そういう時。どこでなくしちゃったの、スマホ。ミネちゃんとかのちゃんの、鉄板になってお好み焼きの生地を乗せられた。なんでやねん。どんなことよそれ。アイスありがとう。おはよう。今日もやっちゃう、その瞬間だね、ここじゃん。うん、もうメンバーで楽しまないと。うん、気持ちはもうチーム員みんなで、はい、挑みたいと思います。
ココナさんも心に今日は宿して楽しみますね。おはよう、アイスありがとう、おはよう、バラありがとう、ジュースもありがとう。 X のポストの感じでは結構見に行く人多い感じじゃない？嬉しいですね、嬉しい。バラの花束、バラ、ダルマシャン、ハート、アイスありがとうございます。レインボースターもありがとう、おはよう、ぷくぷくありがとう、おはよう。スマホ見つかりますように。おはよう、アイスありがとう。たこ焼き食べたいなって思ってます。あにょん、おはよう、おはようございます。ルンルンさんちゃんルンルン、おはよう、アイスありがとう、おはようございます。アイスありがとうございます、おはようございます。あ、アイスボックスありがとうございます。チョコミントのやつかなね。あつおさんありがとうございます。おはよう、ぷくぷくありがとう。今日の客席に何投げるんですか、だって石本さんに聞いたように。アメちゃん投げ、アメちゃんね、アメちゃんもいいね、アメちゃんもいいね、大阪って感じだしね。ハートありがとう、ミハート、うん、ありがとうね、 Thank you。ぷくぷくありがとう、おはよう、さんちゃん、ケータリング何が出るかな、おはよう、さんちゃん、ぷくぷくありがとう。お欠席です、カノンさんに会いたかったね、会いたかった。おはよう、さんちゃん、アイスありがとう。ケータリングは肉水と予想します。おおおおはよう、ホテル一人部屋だったのね、のんびりできたならよかったです。さて、はい、一人部屋でした。おはよう、さんちゃん、結婚して、そしそし1時です。皆さんがちょくちょくタイムキーパーしてくれてありがとうございます。9分も渋滞してる。ハート、アイスありがとう。おはようさんちゃん、おやすみとチョコアーチー。このままでは、おはようちゃん、当日喧嘩時間的にも行けなくもない。おおおー、どうかな、行けるかな、おはようさんちゃんね。ーうーん、見つかりますように祈ってます。主席確認しといたよ。今日の昼の席はドキドキです。え、ドキドキということは出席確認完了ですドキドキ。今日はたこ焼きと豚まん食べる、いいね。551のおはよう、さあ頑張って、くだっちも、くだっちもぽくだっちもぽってぽがつい、丸がついとる、かわいい。おはよう、おはようさんちゃん、夜行きます。あ、お待ちしてます。おい、出席確認完了です、待ってます。おはようさんちゃん、アイスありがとう。昨日は涼しくて一日眠り雲になりました。すやすや、たこ焼き食べたいね。アイスありがとう。おはよう、眉毛綺麗で素敵なので、そのまま維持してください。 ありがとうございます、眉毛さん嬉しいです。眉毛はね、おばあちゃんに褒められる。カロの眉毛はいいよって、綺麗だよっておばあちゃんが言ってくれるスヌグランマが1260日連続配信おめでとう、ありがとう。こちらこそありがとう、おはよう、アイスありがとう。おはようさんちゃん、朝も昼も夜もケータリングたこ焼きのみです。それはちょっと嫌ですねいろんなの食べたいな。アイスありがとう。おはようさんちゃん、おはよう、カラさん大丈夫、ポニってない、うん大丈夫、キープしてる、キープ、そのあのめちゃめちゃポニったりはしてない。おはよう、ぷくぷくありがとう。まだ発見してない、どの席か分かりません。あ、本当ですか。でも
来ることは来るってことですもんね。 OK、 集積確認完了です。ありがとうございます。これから出発しますよ。だってはーい、お待ちしてますよ。気をつけてきてください皆さん。おはよう、ぷくぷくありがとう。おはよう、さんちゃん。昼は2回、夜は広報です。遠いからあんずちゃんのジャンボ打ちを振りましたって、なんでやねん。なんでやねん。今日はカノンさんでしょ。チーム E だもん。遠くまで届けます、パフォーマンス。ありがとう。100キラ好き、キラキラコンセプン、テテテテテン、ありがとう。おはようさんちゃん、アイスありがとうございます。独占してる、あずあず。おやすみとチョコ、おはようさんちゃん。かまちゃんも紛れてるって、ほんとじゃん。そしそしないと皆さん。今日はぐずりおじさんの YouTube メイキングが公開できるのか。かんじさん体調じゃ、そうですね、体調大丈夫ですかね。またね、お知らせが上がり次第かのもお知らせできたらなと思います。はい、どうかな。はじめまして、なんでやねん。おしますおされますおされます。 Thank you。 おはようさんちゃん、おはよう。仕事の予定とかもスマホに入れてるから困りました。そうだよね、スケジュール管理もカノンもスマホです。おはよう。リクローはホールだから誰が切るんだろう。誰が、スタッフさんが切ってくれるか、どうだろうね。最初に誰かが食べ始めたらみんな食べ始めるか。アイスありがとうございます。おはようさんちゃん、おはよう。結婚して、そしそし、だるまちゃんがコーナー、ありがとう。おはよう、みれちゃん、 MC の時みたいに困った顔してませんでしたか。大丈夫でした。そういうこと、自己紹介 MC のこと、カノンの大丈夫ですよ。カノン、あの普段からあの何、そんなカラスとおしゃべりしたなんていう話はしてないですから、大丈夫ですよ。だるまちゃんコーナー、ありがとう。はよさんちゃん、でもカラスとおしゃべりしたのはあの本当なので、そう、ま、嘘ではないんだけどね。そう、昨日はちゃんといろんな話したから、困らせてないから安心してください。だるまちゃんがコーナー、ありがとう。はよさんちゃん、2人でお好み焼き85枚と301枚食べたんですからって。301枚はやばいね。ダウシャンコーナー、ありがとう。それではそろそろ出発します。ライブ頑張ってね。お仕事大事に、いってらいってきだって、いってらー、いってきです。こちらこそ、おはよう。ダルマシャン、ありがとうございます。おはよう。今日はゼップ出席します。昼は系列安定の広報席です。あらあら、出席確認完了です。よろしくね。はよう、さんちゃん、カロンさんのコテ、ひっくり返すやつのことか、コテコテになりたいの。なんでやねんだよ。カノンさん、いつに紛れて福岡も来てえだって。福岡も行きたいな。さんちゃんが文やるの、え、文はココナさんのものだから。そうね、ココナさんのものだからな。どう、お借りしちゃうのはな、あれだからな。心の中でやるね。
ブーンって、おはよう、おはようさんちゃん、やっほー、おはよう、おはようさんちゃん、ぷくぷくありがとう。ようさんちゃん、あち、よし、大阪のカレーパン投げてね、だって、あ、食べたよね、日本完食で。電車乗った？大阪、はい、お待ちしてます。おはようさんちゃん、おやすみ、とちょこ、アイスありがとう、今から大阪に向かうよ、だって、はい、お待ちしてます。本当だ、いっぱいいっぱいですね、今日出席確認も嬉しい。あ、昼2回です、だって、はい、お待ちしてます。皆さん気をつけてきて、おはよう、ぷくぷくありがとう。551はなんとかがすごい、ライブ前に食べないでください、だって、肉汁、アイスありがとう。おはようさんちゃん、行きは火の鳥の痛いから8時に家を出発じゃ、だって、おう、火の鳥いいね、移動も楽しんじゃおう。おはよう、おはようさんちゃん、おはよう。若菜が前乗ってたの火の鳥だっけ。日本標準時設定記念日、生命尊重の日、カルト記念日、盆迎え日、ほう、オカルトは早香ちゃんですね。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、おはよう、さんちゃん独占、そしそし、おはよう。もも焼きってなんだろう、ナススティック、もも、ナイスの日、おー、ナイスてで、ナイス。夜の席は P 列なの4だって。お、 ABC P 列か、 OK、 おはよう。あ、もつ、あ、もつ焼きか、おはよう、アイスありがとう。おはようさんちゃん、みおちゃんついたよね。24,130万やったって。行かれてるね、それはね。もし本当に食べたらね。おはようさんちゃん、おはよう。バラの花束、バラの花、アイス、ありがとう。あ、頑張ってください。もありがとうございます。おやすみ、とちょこ。大阪というと NMB の10期メンバー紹介されていたよ。ほうほう。紹介、ぷくぷくありがとう、アイスありがとう。朝ごはん何食べようかな、何があるかなね、ケータリングのところに。ちょっと充電がしながら配信しなきゃ、よいしょ、終電。おはよう、おはようさんちゃん。うぐち大丈夫で、この間納豆食べて公園出てたからちゃんと前日の夜だし、歯磨きもいっぱいしたんだから。おはようさんちゃん、今日は仕事で埼玉で山田うどん食べてきました、って、おいいね、いろんなとこ行きますね、やっぱりロケだとね。あちー、アイスありがとう。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、まだ NMB10 期メンバーチェックしてません、褒めてなって、お褒めて褒めて、はい、そうですね、でもまだって書いてあるから、いつまで我慢できるのかな。おはよう、あち、今日のシャツの上ながらなんとかが、あ、写真だ、撮れなかったんで、なんとか読めないとか、
今日はね、ちょっと待ってくださいよ。なんて書いてある？ちょっと難しくない？聞きたい。ロゴ感が強いから。どうですか？なんて言われてたんだっけな、この T シャツを前リハーサルで着てた時に、なんか心臓のイラストなのってマキコさんに言われたんだけど鳥ですって言って多分鳥だと思います。心臓のイラストの T シャツ着てたら結構ハイセンスだよね。鳥ちゃん、今日は昼の部よろしくね。だって、はーい、お待ちしております。来年の大阪版も開催大丈夫なのかと心配に撤退してるふりもちろん。へえ、そうなのか。ありますよね、あのキャラクターもね、いるし、うん、おはよう、おはよう、さんちゃん、おはよう。通天閣か大阪城のてっぺん登ってきて、だって、え、登りたい。おはよう。もうおすすめ聞いてるじゃん、まあ、知るのはね悪いことじゃないですから。でもちゃんとカノンさんのとこに帰ってくるんだよっていうことですね。おはようさんちゃん。鳩っぽい絵だね。だって、あ、そうそうそう、鳩っぽいよね。お、お題切り番、もっちーさん1000回ありがとうございます。これからもよろしくです。ありがとう、もっちーさん。おはようさんちゃん、おはよう。アイスありがとう。ハートだって心臓だよ。だって、あ、ハート、ハート、アイスありがとう。焼き鳥のハツでーすって言えばよかったどういうことよ。じゃあ、おはようさんちゃん。あ、そういうことか、鳥の心臓でそういうことね。おはようさんちゃん。通天閣が人少ないから、ある意味穴場。え、少ないの？おはようさんちゃん、おはよう。くるみと大富豪大成長、おお、おめでとうございます。朝からね、そうですね、イベント期間だもんねいいですね。大阪か仙台かどちらかしか行けなかったから大阪諦めました。あ、そうなのですね。仙台楽しみましょう。おはよう、通天閣けんさんいらっしゃるんですか。おはよう。土曜日は多いかもだけど、うんうん、おはよう、アイスありがとう。けんさんいますよ。だってはよさんちゃん、通天閣ね、観光したいですね本当に。そうだよね、イベントメンバーは、イベント参加メンバーは本当に好きあらばプレイだよね。いや、そもそもハートって心臓のことよ。まあ確かに確かに、それはそうだね。おはようさんちゃん、おはよう。本日楽しみにしていました。お、出席確認完了です。おい、カノも楽しみです。はよさんちゃん、アイスありがとう。今日絶対結婚宣言しないで。しないしない、安心してください、もうしないから危ないからアイスありがとう。仙台出張、何か用事ないかな、なんてあるかな、ないかな。おはようです。東京駅めっちゃ混み、今からヒレカツサンド食べます。お、いいね、美味しそう。
3連休だからそうだよね、意気込みだよね、そうだよね、ね、3連休初日だからってね、そうですよね。おはようさんちゃん、大阪に向かってます、全部難波で会いましょうと言っても1回置くと2回好き、あれもうこれまた出席確認、皆さん遠くにいるんだけどすごいファミリー、遠くまで届けますお待ちしてます、オッケーオッケー、おはようございます、アイスありがとう、おはようさんちゃん、通天閣には全長60メートルのタワースライダーがあるよだって、ほう、タワースライダータワースライダーってあれ、タワースライダー調べてみよう、通天閣タワースライダー、ああ、おーすごい、なんか螺旋に螺旋状にぐるぐるぐるってなってる、やってみたい、すごい、見えるのかな外がね、あでも結構安心感があるよ、安心感が、このタワースライダーはなんか TikTok とかで見るやつはさもうえぇみたいな怖いもうスケスケのガラス張りみたいな感じのいっぱい見てたから、これは安心感がありますね、パッと見は。おはようさんちゃん、レインボースターありがとう、あっち、今日のカメラ役は誰だろう、誰でしょう、役はミリー、石油なさすぎる、いや本当にもっとみんな前に当たってほしいね、遅刻しました、おはようちゃんだって、あ全然だよ、おはようさんちゃんありがとう、今日の12期リポートの2人は誰だろうね、誰だろう、今日我慢すれば明日会える、大好きな彼女さんに会えるだってちょっと我慢だね今日はあっちおやすみとチョコ、おはよう、前前方の方につけてくれるから余裕があるから報告しないで、あそういうこと、ここならまあさすがに見つけてもらえるかと思って席は書かないってこと、スマホ見つかったんかったら明日も見れます、もう大事件だよ本当に、これは何タブレットで見てくれてるの、パソコンとか配信は、おはようあち、今日はココナさんの分まで楽しまない、はい心に宿してますんで、お仕事行ってきます、行ってらっしゃい、大阪のライブ楽しんでね、だってはい楽しみます、ありがとう、おはようさんちゃん、おはようチームに何人がいました、ミカのミカに出るために今日の夜からいるかな、まあどっかでは移動しないとね出れないですからね、うん、いや前の方申告する紙飛行機ぶつけられるから避けてやないもう本当ね、前回の名古屋の飛行機は本当にあの失礼いたしましたあんなにカナはもっとね上にフッと行くつもりで投げてたんだけどね、すごい下にシュッて落ちてったんだ、もうびっくりしたよ、13時開演だからね、そうだね、お間違いなく皆さん、おはようさんちゃん、あちー、あまたカニ食われたレイボスさんありがとう、おはようさんちゃん、もう蚊はねしょうがない、うん、なんかもう蚊に刺されたぐらいじゃビクともしなくなってきたかな、ビクと思っておかしいか、うん、蚊はしょうがないって思ってる、大谷さんの
高速級並みの紙飛行機、そうシューンって落ちてったから、おはようさんちゃん、ちょっと投げる系気をつけますね、当てない、あのめちゃめちゃバーンって当たらないようにふわっとやります。前回もふわっとやろうとしたんですけど、今日紙コーヒーだったら頑張って飛ばして、だってそうだね、今日は何をするかどうでしょうか。カーニクを洗ったところ YouTuber みたいに見せて、最近あーでももう治りかけのとこであんま見えないな、ここ刺された、配信じゃ見えないよね、ほらちょっと後になってるの分かりますか、ここを刺されたんだけどもう治りかけた、あとは刺されてないかも、意外に刺されてない。おはよう、おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、かおちゃんの部屋に移動してくれ、だってやめて、上方向にね、そうだよな、おはよう、おはよう、おはよう、大阪なんか NMB の曲を歌う可能性もなくはない、どうかな、まあ今日の予定なのでね、内緒ですよ、何もかもネタバレはダメダメ、あちおはようおいか変わってくれって、どあかえ蚊になるってこと、蚊になるの、おはよう、おはよう、ボールだったらトーマトだと思って狙って投げよう、だって危なくない、危ないよアイスありがとう、見えました、ここにほらあるでしょ跡が、おはよう、アイスありがとう、おはケロ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 、おはようさんちゃん、おやすみとチョコ、おはよう、おやすみとチョコ、昼と夜は髪型変える、うん、変えれたら変えたいけど、でも時間がなかったら変えれないかな、前回はねお昼がハーフアップで夜があのクラゲヘア、どうしようかな、浴衣があるからねっていう風にちょっと思うんだよね、あげるのも素敵だなって、どうしようかな、おはようさんちゃん、おはよう、おはようさんちゃん、おはよう、もし今日の紙飛行機だったらこのプロペラつけて2階席まで飛ばしでも2階席までね飛ばしたいよね、おはよう、ダメダメネタバレダメダメ、おはよう、おはようさんちゃん、おはよう、カノンさんの血美味しいのね、カノンさんの血美味しいんじゃない、美味しいものいっぱい食べてるから、カイの爪でバッテン作りましたって、あやりますよねバッテン、おはよう、ボール DD に時速160キロで投げてやれ、だってコラティティって福袋ありがとう、うなじに接近するカウチに高速で潰されました阻止阻止されてるじゃん、おはよう、アイスありがとう、おはようさんちゃん、551の豚まんとかケータリング出ないか、え期待し、ちょっとね密かに期待してる、出ないかなって、出ないかな、どうかな、アイスありがとう、おはよう、昨日ミレちゃんとも豚まん食べたいねってずっと言ってて、まあ夜ご飯もね食べるあれだったから結果的に食べれなかったんだけども、おはよう、アイスありがとう、おはようさんちゃん、おはよう、なおちゃんの血納得さだって、なんでやねん血まで納豆臭かったら納豆すごすぎでしょ、おはようさんちゃん、 NMB のメンバー見学に来る可能性もあり、スケジュアルのメンバーなんか、あーなるほどね、おはよう、
はよさんちゃん投げられてリリーが羨ましい投げてほしいですか160キロで。おはよう。あるよね、ゴムっていうかさ、なんかこうやってさ、ゴムだったかな、こう土台でピュンってさ飛ばす紙飛行機も調べた時に出てきた。おやすみとチョコ、おはよう。地元であるマイコさんのギャグが炸裂。ギャグマヨさんちゃん、こそういう立ち声をやってる人、あら独占してるよそしそししないと皆さん、そしそし、おはよう。アイスありがとう、おはよう。タコちゃんチケラありがとうスマホ見つかって、頑張って、本当に見つけて、素早くドローンと取り替えて飛ばしてください。だって、あ、永遠に飛ばせるね。タコちゃんチケラありがとうだよ。タコちゃんチケラ、はよさちゃん、あーそうね、まひこさん、またか、5箇所目、5箇所目めっちゃ刺されてる。おはよう。え、飼ってさ、その1匹につきだけどさ、何匹、何人の血を、な、何を、てか何回血を吸ったらお腹いっぱいになるんだろう。だって体ちっちゃいじゃん。だから1匹はもう1日1人から1回吸えばもう満腹なのかな、それとも朝昼晩3食食べてるのかなね。なんか1回吸ったら人間の血を、結構お腹いっぱいだと思うんだよね、蚊は。ちゃんとフルでさ、気づかれずに吸えたら。だから一日何食ぐらい食べてんだろう、蚊は。おはようさんちゃん、蚊の平均寿命とかあるのかな。蚊の平均寿命、うわ、蚊の映像が、映像じゃない、写真が。寿命というよりも活動期間になるんです。血を吸う赤いエカと一筋マシンマカンで4月の下旬から11月下旬ぐらいまで、幼虫を含めると話が複雑に、ね、成虫になっての話です。なるほど。蚊は成虫になるまで20日ぐらい応用します。成虫で 1,2 ヶ月ぐらいの寿命があるんですが、秋の終わりに生まれた蚊、赤い蚊はそのまま冬を越えて6ヶ月ぐらい生きる場合もあります。おはよう。カロンさんみたいに蚊もお腹は無限ですそうだったの、困りますね。それはカワンちゃんだってあれもこれもそれも食べるから蚊もたくさん吸うのではそっか、人を見たらわかるのかな、あ、この人の血しょっぱそうだなとかさ、あ、この人の血甘そうだなとか。おはよう。
味の違う何が吸いたいかいろんな箇所にするんじゃない、そういうこと、ドリンクバーみたいに飲んでるってこと、許せませんね。おはよう、アイスありがとうございます。めちゃくちゃ腹が赤い輝いてる時あるね、あるよね。アイスありがとう。よくカノさんから薬飯に虫扱いされますけど、え、してないよどういうことよそれは。おはよう、アイスありがとう。から3ミリグラムなの、へえ。つむじ失礼失礼、録画しないで、つむじ、つむじのとこ吸ったろはやばいわ、やばいここでしょ、ここじ、ここに刺されたらめっちゃかゆそう。あ、1回で2から3ミリグラムするのか。もう納豆いじりすぎですよ、もう納豆もう納豆臭くないもん。今日はあっちに割と余裕持ってアポイント会話した、お、そろそろしますか。何がいいかな、アポイント会話、大阪関連。おはよう餃子さんかだったのどういうこと餃子がかだったのと、本当にもうね、何がなんだかわからなくなってる。おはよう、つむじばってん痛そうだもん。英語でなんでやねん、でなんて出てくるんだろう、方言対応してるのかな。なんでやねんって言ったよ、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、 No way No way だって、 No way 英語の翻訳機でなんでやねんって言ったら No way って出てきた。No way を逆翻訳すると、とんでもない、とんでもない、さっちゃんの何がね、何だとの意味バネバなのかなって書いたんですか、もう何だって書いてくれた、アルサー書いちゃったやつかなの、あれに T シャツに、おはようさんちゃん No way、 おはようさんちゃん、つむじも可愛いから、つむじは可愛くないよ英語だとかっこいい、 No way No way、 おはようさんちゃん、来世赤になってカオンちゃんに潰されたい、なんでやねん、知らん、なんでやねん、 Why? Why? 確かに Why かな。おはよう、ハート飛んでますよ。おはよう、大阪のため力は魅力的なものが多くて困ります。あー、いいね、それにしよっかな。No, no, no, man. No, 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 man. No, no, man. 血がネバネバ。ダメだよ、それは。つむじ痩せた？なんでやねん。初見さん、ありがとうございます。
同じよりもスムージー派です。なんでやねん。あ、ありがとう。変態ね。すいません。あ、チースーとかけてるんでしょ。なんか皆さんがさ、つむじが刺されるとか刺すとか、なんかなんか痒くなってきた、なんか。もうやめて。ハートありがとう。グッドモーニング。断然うなぎ、うなじ、うなぎって言っちゃった。No way を言うならさらに Get out here も続けて言おう。なんかまたさらにかっこよくなった。No way, get out of here っていうの。へえ、かっこいい。それもいいね。No way, get out of here。 うん、アートになっちゃった。 No way、Get out of he。 ちょっとこしょこしょだと聞き取りが。 No way, get out of here。 ここから出る方法はありません。閉じ込められました。閉じ込められました。さっきの文章のやつにしようかな。大阪は魅力的な食べ物が、あ、もうちょっと、大阪は魅力的な食べ物がいっぱいで困ります。おはようさんちゃん。ここから出ていけんだけど、何々ねみたいな、あ、ふざけんなよみたいな。あー、なんでやねん。やっぱ Y かな。Why Japanese people? Osaka is full of attractive food, so I'm in trouble. Trouble. Osaka is full of何？Osaka is full of attractive food. Attractive food. So I'm in trouble. Osaka is full of attractive food. So I'm in trouble. Osaka is full of attractive food. So I'm in trouble.大阪はすべての魅力的な食べ物を食べるので、私は困っています。あ、惜しい。大阪 is full of。 大阪 is full of attractive food, so I'm in trouble.あ、できたできた。大阪は魅力的な食べ物でいっぱいなので、私は困っています。ほい。パッチシです。はい、ということでちょっと、ちょっと真剣にやってたらコメントが飛んじゃった。バチシです。じゃあちょっと早いけど、サンデスタイム行こうかなね、余裕を持って。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位、山ちゃんです。アットマーク熱恋サイダー。キスをあげるよ、今気づいた思い、大好きなのよ。はい、つん、ありがとう。
1233です。あとマーカコミ大好き、ありがとう。お、めっちゃ綺麗、ハートありがとうございます。11位、つかんちさんです。やっとマーカコミ、かんちゃん大好き、ブックハートありがとう。こちらこそありがとうございます、ありがとうね。10位、しょうちゃんさんです。ありがとう、しょうちゃんさん、Thank you。 9位、中年おじさんです。あとマーク、お、やこはみに、ありがとう、 Thank you。 おおおおお、8位、おこめまさゆきさんです。オラマルは家です、ありがとう、オラオラ。7位、あべちゃんさんです。あとマーク、やこはみネットリー、ありがとう、 Thank you thank you。6位、ネバーサマーさんです。あとマーク、やこはみに、あーてて、ありがとう、てててて。5位、あべちゃんさんです。あとマーク、やこはみレッドリー、オンレートークで、オッケーオッケー、ありがとう、ありがとうね。4位、ひらそるさんです。ありがとうね、ひらそるさん、 Thank you、 ありがとう。そして3位、ファントムさんです。あとマーク、やこはみ在宅急便、お疲れ様です、ありがとうございますありがとう。そして2位、あつおさんです。イエーイ、ありがとう、あつおさん、イエーイ。そしてそしてそして、本日の朝配信の第1位はじいさんです。やこはみにライブ頑張って応援してる、大好きだって、ありがとう、頑張るよ、大好き、1位素晴らしい、パフパフパフ、ありがとうね、ありがとうさん、 Thank you thank you。 そして今日の85位、やっこさんはタタタタ、にゃん太郎さんです。ありがとうございます。あなたもぜひやっこみになっちゃってくださいね、きゅん、はい、ありがとうございます。今日回らなかったから、いつもの音楽じゃなかったね、1位の前。ティリ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 、ありがとう、またね、ありがとう、応援してらして、 I love サラヘオ、わお、たくさんありがとうありがとう、全部の愛してるね、ありがとうございます。おはようさんちゃん、頑張ってね、だって、はい、ありがとう。今日はグズリのメイキングの日、楽しみね。メイキングのお知らせがね、ガンジさんから上がり次第かのもお知らせしたいと思います。はい、22時30分ですね、予定で言うと。お楽しみに。おはようさんちゃん、お嬢さんはいないよ、うん、NGK の前で吉本の着ぐるみとツーショット撮ってきてくださいだってその自由行動はできなさそうですからね、気をつけてね、だって、はい、皆さんも気をつけてお越しください。のんちーライブ頑張ってね、だって、はい、頑張る、ありがとう。少し余裕を持って終わってライブに向けて準備した。あ、本当に、でもスケジュール的には大丈夫よ、ありがとうね。スケジュールってか、あの何、タイムキーパーいつもしてくれてありがとう、かの忘れるからね、本当に。ご明日坂に向かいます、みかんの持ち方、ちょっと寝不足だから福岡まで乗り過ごさないように気をつけます、気をつけてください。おはようさんちゃん、頑張ってね、うん、おはようさんちゃん、ワイの嫁がついとるよ、そしそしちゃんと阻止されてた。ワイティーン、ありがとうがついてるピンクとかした方がいいかもね。ちょっとトレーナーさんに見てもらって、ちゃんと相談して対応して、あの挑みたいと思います。ありがとうございます。おはよう。
タコアバター画質ちょっと踊ってたよね。だってあ撮ってたかも、吉本見に行った時のあれで撮ってたのかな。たこ焼きがたくさん出ますね。おはよう、ちにさんちゃん。はい、ありがとうございます皆さん。日か水はカノンさん見れた、3回見る予定だからって。おうおう日か水、あ、そうだそうだ、日か水、ほんとだ。ありがとうございます。それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。お疲れ様です、ありがとうございます。美味しいケータリングがあったらまた紹介してね。だってね、楽しみ。視聴のか、どうだろうね。たこ焼きでやけどしない、ね、俺にやけどは大丈夫だよ。だってなんでやねん無理な気はしないで、ね、ありがとうね皆さん。たこ焼きの衣抜きお茶摘みも、あ、そうだ、14日後編ですね。青のりがついていませんように、しっかり歯磨きします。ケータリングも食べ過ぎてねってどういうことよはい、ありがとう。だるまもサイリウムもありがとう、楽しんできます。はい、気をつけてパフォーマンスします。そうだね、ありがとうね。おやすみいたし、あ、バイバイ、ありがとうございました。またね、ありがとうね、バイバーイ。